マンタさんとかの家は絶対汚いと思うよ。だから行けたくない。なんか変な匂いすると思う。家も汚いし。ソバルトの家、多分ソバルトの家が一番汚いよ。ゴミだよ、ゴミよ、そこは。ゴミ家だよ、ゴミ家。そんな汚い家に猫がいるの？かわいそうだね。誰の家がいいの？おじじの家はどうだろう。大丈夫そうに見えるけど。おじじの家はなんか、掃除してる人、いると思うけど。メイド。メイドさんいるかもしれないよ。ほどかの家はちょっとね。彼女いるし。やだ。寿司の家。あ、寿司の家か。でも寿司の家はさ、猫いっぱいおるやん。俺の服、大丈夫かな？行ったら。誰の家行ってみたい？山さんの家。山さんの家は、逆に汚いかもしれない。だから行きたい。気になる。仕事忙しくて家にいないかも。じゃあ俺一人で入って泥棒するわ。まあまあまあ。女の配信者の家は1%も興味ないです。もう全然興味ない。マジで。もし家賃が100万ぐらいだったら気になるから行ってみたいかも。100万以上の家、行ってみたい。どんな感じか、気になる。まあ確かに渋谷あるも金持ちだから、家でかくないかな。